ャンプ。超初心者向けに2つの方法を提案しています。1つは生ゴミを使う方法、1つは自然にあるもういろんなこと、ほとんど肥料のない自然物を使う方法で、今日はその生ゴミじゃない自然物を使う方法を説明します。というのが、生ゴミはね、もういつまでもあるわけじゃないし、食料危機はもう目の前ですので、あの偽物の食料危機ね、ほんのちょっと食料生産が減った時に目の前から急に小麦、お米なくなってしまいます。そういう時にね、生ゴミなんて出てくるわけがない。その時に同時に起きるのが肥料不足です。肥料がなくなります。で、その肥料がなくなった時どうすればいいか。あるんですよ、見てほら、全部これ、全部肥料になるから、もう草でももみ殻でも何でも肥料になる。で、これを使ったやり方を説明します。そのやり方の一番メインになる菌は糸状菌、糸状菌と言います。で、この糸状菌は今までの農業では敵です。敵として認識してました。強すぎるんです。何でも分解できるから、木でも竹でも分解できるから、植物なんかはワイワイってすぐ壊れるよ。だから病原菌にもなりやすいの。まあ、人間で言ったらプロレスラーかヤクザか、強すぎるの。でもその人たちをうまく活用できたら何でもしてくれる。本当にいい土作ってくれるし、どんなものでも肥料にしてくれるしね。これうまくやると逆にね、他の糸状菌のいろんな病気も抑えることもできるし、これも画期的なやり方ですんで、ぜひ覚えておいてください。本当に肥料がなくなる日が来ます。もうすでに今 25% アップしてます。ぼかし肥料もなかなかもね、毎月毎月上がってますよ。これも仕方ないね。ガソリンの値段もどんどん上がってますしね。それはもういいことなの。それがあるからこそ、もうやっぱりもうガソリン使わないようにしようってするし。ということで、金ちゃんを使うやり方です。糸状菌はめちゃくちゃ空気が好きなの。カビは牛乳の上には入るけど、牛乳の下には入らないの。水浸しになったらその段階で一旦死にます。だから普通は草をその辺に置いてても、せっかく糸状菌が生えようとするんだけど、雨が降るたびに死ぬんです。なかなか、ま、いい土ができない。いちいち工事中断がしてしまう。工事中断をさせない。そのために、水を切って、そして雨除けをします。そうすると、いちいち死なないから、雨が降るたんびに。どんどん工事が進むわけ。そしたらもう3ヶ月後には植えられるし、そして4、5年後にはもう本当に土が良くなる。もう本当に土が良くなったら、もうマルチもいらないんです。あとは草を置くだけだから。草を置くだけで野生が育つの。ただ今そこにすぐ草を置いたかって、そんだけでは育たない。肥料がいる。鮮度の問題はそこなんですね。なかなか草だけ置いて本当に野菜が育つにはちょっと時間がかかりすぎた。で、私がやりたい方は自然農をどうしてもちょっと早くしてほしいって、気の短い人用です、これは。本当は自然農でいいんです。じゃ、山はね、一歩一歩歩いていく。最初は苦しいよ。やっと5合目まで来たら少しは見渡せるようになる。ああ、やっと少し野菜ができるようになったな。そうやって5年、10年かけてね、作っていけばいい。でもね、そうじゃない方法もあっていいの。ロープウェイで7合目まで行こうって話。野菜が育つんですよ、数ヶ月後には。そっからもう一回ね、ゆっくり歩けばいいし。まあそういうことでね、どっちも正しいの。私のやり方は気の短い人よ、ということで考えてください。そしてある程度これでうまくいきだしたら、そっから自然農にしていいんです。もうそっからもうマルチもしない。もう耕さない。何も入れない。言っても結構うまくいきます。だって一番最初いろいろ入れてるから。うん。最初これ入れないっていうのはね、自然界に全部用意させるってやっぱり時間かかります。人間いるんだから、無理やり入れてしまえっていう、しばらくの間ね、不自然農をするわけ。途中から自然農にする。不自然農って言ったってさ、自然をぐちゃぐちゃにする農法じゃなくて、自然をちょっと加速させるようなことをするっていうだけです。はい。ということで、自然を加速する第一、水はけです。はい、ここ見てわかること。雨が降った時にね、雨が降らないってよくわかんないんだけど、ちょっとここが高いね。ここ水が溜まるね。ここちょっと削ってください、ここ。ここもっと高いね。ここ少し削らないといけない。で、そこ全部外さないといけませんね。ちょっとそれ、ちょっと、作業できる人いる？はい。ここまずそこさ、外して、草全部取って。草全部取って、ここを削ってください。クワ、クワ。クワちょうだい、クワちょうだい。うん、はいはい。
で、別に斜面にする必要はないけど、はーい。で、これ、これはね、雨が降らないと人間の錯覚があるからわかりません。で、これをね、深くすると、これを、これと同じ深さにしてしまわないといけないから、ほんのちょっとでいいの。ちょっとこの辺がちょっと深かったからね。はい、はい。で、これスコップで、次のスコップで取って、もうそんぐらいでいい。で、ここ、この辺。この辺、この辺。ここそ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 こ。うん、スコップの人、少し掘ってください。あんま掘らないで削ってください。そうなんですか？うん、まあいいかな。違いました。いやいや、まあ雨が降った時見るのが一番いい。ちょっとスコップ取ってこの土を。耕して土を置いたってダメよ。もう一回耕してしまったらもうダメなんです。いくら土を置いたって水が入ってきます。だから最初に耕しちゃいけないんですね。深くしすぎたらダメ。で、このまま、ずっと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 。そうそう、その辺が高いですよ。ここが逆にも低くなっちゃったから、それと同じ量だってやっていく。本当を言えば、もっと深くしていいんです。もしできるんだったら、5、60センチ深くすればいい。ただし、落とし口があったらの話よ。今回落とし口がちょっとセメントがあるかもしれないので、あんまり深くしないようにしてます。で、うちだったらもう、もし落とし口があるんだったら、私たちはもう絶対これもっと深くします。もう本当にね、落とし穴に入るから太くします。話が早いの。どんどん土が良くなる。で、一旦良くなったら、この溝は、もう埋まっていいの。二、三年後に経ったら、あら、あの時掘ったけどどこ行ったんだろうってぐらいになるの。でも最初に掘っとくことによって、どんどん菌が入って、暖流行動が発達すると、雨が降った時に、それだけ水がサッと下に行ってしまうから。これだと、ここまでですよね。ここまでしか菌がいかない。それ以降は、こういうずっと菌が行く、雨が降るたんびにちょっと、神殿中断する。じわーっと深くなっていく。一番問題なのに水溜まりが起きること。水溜まりがあったっていうことは、雨が止んでるにもかかわらず、その場所は未だに雨が降ってるってことも、土の中に関してはね。で、それがじわーっとゆっくりゆっくり中に浸透していって、ここが水浸しになっていくわけ。だから雨が降った水が溜まらないっていうこと。これが一番大事。で、あとは、できるだけ深い方がいい。OK? 大体できた？大体できたね。はい。あとはね、雨が降った時か、踏み止んだ時に、もう一回調整してください。多分その辺が高いよね。あの辺がね。それで、出口はどうなってる？出口もっと深くできるの？水路があります。ほんとここに水路があるんです。水路があるけど、セメントやろ？はい、セメントあります。セメントやから、どうしようね。それを、ちょっと壊していいっていう許可があればね、少し壊してやった方がいい。上にね、畝を上げていくんですが、ちょっと畝がね、狭すぎるの。これ、もうちょっと広かった方がいいんだけどね。まあ、それは狭くても、なんとかしましょう。で、今から金ちゃんの餌を入れるんですけど、できれば、あの竹ね、あの竹が、来年、再来年の餌。入れなくてもいいんだけど、ああいうのを最初から仕込んでおくと、もうずーっと野菜を育てて、肥料を入れる必要がなくなってくるから、あれも入れましょう。ちょっと持ってきて。ボロ竹。もうボロボロっとした竹を、ちょっと溝に置いて、溝に置いて、割りましょう。足で。この溝についてみて。ボロいのだけの柔らかいの、崩れてるようなの。崩れかけてんの。まあ、そんくらいしましょう。あんまいっぱいすると時間かかっちゃうから。まあ、そんくらい全部同じとこに敷いて。はい。はい。そしたら、お兄さんが一番なんか効果的。はい、ガンガン、待って。待って。ほらほら、もう結構割れる。ほら、割れる。じゃん、ジャンプ。もっともっと。お兄さんが頑張らんば、やっぱ。そう、全部ガンガンやって。おー、しおくんがいるね。おー、いる。おー、すごい。ほら、回してこれ。糸がいっぱいあるやろ、糸。これ金なんですよ、金糸。はい、持って回って、回して、ずっと回して。じゃあこれを寝せます。ここに横に寝せてください。縦に並べてください。長かったらちょっと割りながら。
だからど真ん中は後でウェルカムに邪魔になるかもしれない。じゃあこっちの上だけ乗せましょう。今日は竹入れましたけど、場合によっては薪でもいいんですよ。小枝でもでかい薪でもいいよ。薪だったらもうずっと持つからね。その代わり薪ちょこっと入れとったって足りないから、薪入れるなら薪をドバドバこう入れとく。丸っぽいのは割ってね。中に空洞があるやつはちょっとでも割ってください。あまり菌糸が生えにくくなります。空気が多すぎるとね。あとは何でもいいんですよ。背筋症でもいいし、あの落ち葉でも何でもいい。ただ、できれば菌糸がついてるやつがいいですね。今日は少し菌糸がついてましたね。だから餌として長く持つやつを今入れてるの。薪ストーブで言うとでかい薪を今入れてる状態ね。これ菌です。なんで見えるかっていうと、本当は見えないんだけど、私が糸だとする、見えないの。でもこの人も糸、この人も糸、糸と糸がこうぐじぐじってなるとこれ太くなっちゃって見えてる。そんな感じですね。はい。だから見えないといないわけじゃないんだけど、あれくらい太くなる場合もある。もっと太くなるとキノコになる。キノコも全部菌だからね。あれも全部菌同士がこうくっつき合ってできてる。だいたい菌糸が十分張ると、その畑からいろんなキノコが出てきます。他のところにお引っ越しが、はい、お引っ越しが始まってるのね、菌ちゃんのね。縦に、同じ縦に、斜めにしちゃダメ。空気の層が多すぎ。物を燃やすときと一緒。あまりも空気が多すぎると火が燃えなくなります。同じ方向にしてください。同じ方向でも十分空気が入ってますからね。この先は再来年用ですよ。まあ来年の夏ぐらいから少しは役に立つかな。こういうふうに横にしない。横にすると。もしあの、綺麗に配置しようと思わなくてもいいです。菌糸がどんどん伸びます。1メートルぐらいすぐに伸びますんでね。ですから、そんなにあの、慎重にするということはあんまり気にしなくていいです。次、もっと燃えやすいものを乗せます。燃えやすいものは、あれやね。それ、もうボロボロになってるのがあるね。それそれ、それ持ってきて。もう半分燃えてるよね、それ。菌糸がついちゃってね、もう半分、あの、ボロボロってなって土になりかけてます。こういうのもあれば、ぜひ入れてください。なくても構いませんけどね。ゴワゴワしてるから、方向一緒にしないと空気が多すぎる。できるだけ方向一緒にして、あんまり空気が割りそうだったらちょっと折って。折るかすると入りやすいね。どうぞ次。この手の草になると、逆に今度食べやすいんです。食べやすいと、市場菌じゃなくて他の菌が食います。要は、べちゃってなったタイプ。べちゃっとなりやすいタイプ。これは他の菌が食いやすいので、逆に下にこうやって竹があると、べちゃってなりにくいよね。空気があるから。そうすると、市場菌が食ってくれる。同じ草でも、ギューって潰してしまうと、見えない菌が食います。下に空気があると、見えない菌って食いにくいの。結局、市場菌じゃないと空気いっぱいのところでは育たないでしょ。乳酸菌が牛乳の上に生えてくることないのよ。乳酸菌は牛乳の下にしか生えない。上には行かない。だからこういう風にしとくと乳酸菌がこれを食べにくくなるわけ。そうすると市場菌が食う。とにかく市場菌にできるだけ食わせる。食い残しとか市場菌の出したものを乳酸菌が食っていくわけ。一番最初に食うのが市場菌という形にします。次は、セタカラですりょうか。順番はどうでもいいんです。ただ竹や木や、でかいものは下に入れた方がいい。あとは順番どうでもいい。まだまだ足りません。それは、押しすぎてるね。普通に広げとけば、なめくって絶対来ない。あ、反対にもしてよ。鼻ばっかりこっちに。もっともっと入れて、もっと。草がとにかく大事です。もう今、除草剤で草を殺してからね、そういうもう自然界がどん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 命がなくなってしまってます。逆に草が欲しいっていう人が増えて欲しいです。もうちょっとかな、もうちょっとかな。もみ殻でも何でもいいんだからね。除草剤で死んだ草は、ちょっとやめたらいいと思うけどな。除草剤振った後、次に生えてくる草は何の問題もないし、除草剤振った後に畑作るのも、ほとんどなんて問題ない。一番の問題は何か、あの、プラスチックを燃やした後。そこはもともと ペーハーどんな感じ？要は、普通、今まで野菜が育ってた場所であれば、もう入れる必要ないんですよ。6.5 なら十分。飲みなら、ま、セタガラスの上から入れようか。もみ殻だけでもいいの。もみ殻だけの方がやりやすいよ。
でも、セイタカラスは絶対もう便利やけどね。もう農業で考えると、こんなに、もう私はもみながら、みんなでバーって。なりわいでやってるから、昼、面積が広いからね。ちょっと折ってさ、隅っこに入れてみて。そうそうそう、これ折って。取りたいな、後で。これ全部金ちゃんが食べるの。セイタカラスの種が最高。見えるのがいっぱい。みんなね、種が入るからって嫌がるけどね。それはちょこっと入れるから種が入るの。いっぱい入れたら種入らない。あ、もみ殻入れましょう。あ、もみ殻乾いてきたの。うん、あの、雨ざらしじゃないとダメなの。だからもう乾いてるから、ここは、今日は雨ざらしにします。で、しばらく、そうね、来春、2月か3月まで雨ざらしにしとってから丸仕掛けます。こっちはもう今すぐかけられますね。こっちだけもみ殻かけよう。もみ殻って扱いやすいよ、小さくて小さいしね。いや、パラパラでドバドバってる。いいね、よしよし。北海道なんかも、もみ殻がもう山のように捨ててあるしね。木のチップも製材所なんかも、いや、木もね、捨てる場所がないって言って、山になってんの、木が。山にしてるから空気来ないから、いつまでもエネルギーが残ってんの。だから、いざっていう時は何でも使える。まあ、今日はちょっと多めに入れてます。もうちょっと少なくてもいいぐらいです。それは自分で作ってみればわかる。餌が足りなくなったら、急にね、野菜黄色くなっちゃって、肥料が足りないよーっていう形になっちゃいますから、あ、餌足りないってすぐわかります。もう十分です。はい、オッケー。じゃあ次、こっち。こっちはね、今日はね、たまたま良かった雨が降ってたから、よ、濡れてる。もし濡れてなかったら、一雨当てます。こっちは一雨当てたぐらいじゃダメです。ずーっと何ヶ月か雨に当てることによって、このもみ殻が水を弾かなくなります。水を弾かなくなったら今度は菌糸がつきます。菌糸がついたもみ殻っていうのは、だいたい今もし路地に、外に置いてるもみ殻はね、こんなにならない。もう、取ったらガパってなって、もうそのまま形になってる。なぜかって中で糸がいっぱい出来上がってて、固まっちゃってるの。そういうのを使うと、すぐ色ができるから。でも今日は、そうじゃない。水を弾いてしまう。数ヶ月間ずっと雨が。こっちは一雨当てればいい。ただもう当ててあるね。昨日雨がちょうど降ってたから、もう今日は一雨さえもいらない。要するに、あの、乾かせてたら菌食べられないの。でも濡れてたら他の菌が来る。あの、あんまりも生だったらね。だから一旦乾いたものを一雨当てて使うっていうふうになります。また、こうやって、あの、土を乗せてから一雨当てます。うん。上等上等。これを、上が、ほぼ隠れるようにね、きれいに隠れるようにかけます。こんな感じ。この上にやったら、はい、はい、どうぞ、やってみて。はい、今何やってるか、ちょっと押さえ込むことによって菌が食べやすくしてます。同時に、上に土があることによって乾きすぎの防止。できるだけちょうどいいぐらいの湿度にしたいわけね。午後から写真見せますけどね、これでめちゃくちゃ色ができるからね。虫来ないしね。あんまり深くならないようにね。あんまり乗せすぎないように。すいません、あの、竹の代わりに、なんかこう、桜の木とか、そういう倒れたやつとか、そういうのでも大丈夫。何でもいいの。何でも、何の木でもいい。何でもいいの。何でもいい。ただ、木によっては、すごい抗菌成分が多くて、なかなか腐りにくい木があるよね。そうね。そういうのは、でかい薪だと思って、下の方に入れとけば、2、3年後に役に立つ。あ、わかりました。ありがとうございます。でも、すぐ役に立たせようと思えば、もうキノコが生えてるやつとかさ、廃菌症、椎茸を作った後を捨てるやつ。あの、ホダギね。ホダギ。または、菌床栽培のあの、核、菌床栽培の廃菌症ね。はいはい、はい。ああいったものでも何でもいい。あ、そうなの、ね、あれはもうすぐ来るから。ただ、廃菌症の場合は、ほったっとくとすぐ他の菌が食っちゃってるから、新鮮な廃菌症。または、乾いた廃菌症。もう外に出して雨ざらししてる廃菌症はもうちょっと、だんだん悪くなっちゃってるね。廃棄菌症も結構あの、消毒剤かけてるのをなんか見たことあるんですけど。何消毒？あの、ハイターみたいなの。ハイターは何の問題もすぐなくなっちゃう。あ、そういうのは大丈夫なんだ。あ、わかりました。農薬じゃないから。その場所農業の殺菌剤だ。ありがとうございます。はい、大丈夫ですね。で、今度は、肩をちょっとこう叩いてうまくあの、
かまぼこ状にしていきます。こういうカタンとかしっかり押さえ込んでいきます。面白いね、うん、なんか実験みたいな、ね、そうしないと雨が降った時に水が流れないでしょ、うん、マルチするんだけどね。とにかく斜面を作ります。森の中にいくらでも菌がいるの。森って平面じゃないから地上菌が増えられるの。こういうところはもうすぐ水浸しになるでしょ。水浸しにならないようにあの中上で水が溜まらないようにちょっと斜面を作ります。はい、やって。はい、誰かやって。そっちもやってちょっとまだちょっとその中、はい、中がへこんでる、へこんでる、うん、ここそこもそこも平らにする。そうそう、へこんでる隅っこを叩くと叩く。あ、隅っこ、そうそう、叩いてへこんでる。ここしっかり、ね、やめて。よし、オッケー、はい、はい、ではここにマルチをかけます。これはポリマルチと言います。ポリエチレンですね。ポリエチレンはね、作るときに一番エネルギーのあんまりいらない、あのプラスチック製品がね。これ燃やしても毒が出ません。ただ一応野焼きは禁止ですけどね。あのどこでも、あの焼却炉で燃やしても毒も出ませんしね。あいつはそこで切って、下のとこまで余裕も、さあそこで切って。あ、そこも穴。マルチの場合はね、できればトンボがいいですね。 T 型になってて、その T のこれちょっとこう湾曲してるのがあるんです。こんなの下に刺すと硬いかもしれないから、横に刺してみて。最後まで刺します。ギリギリ最後まで。硬いようなら斜め水平にして、水平にしたら刺さるから。一回ここから刺さりましたから、今度張って、そうだ、張って刺してみよう。いいかな？はい。そしたら今度横ですね。横止めてください。これを落としてるの。こっちもそうだ。どんどん投げてるな、もうここまで。これ投げてる。あんまりも柔らかったら刺し直しよ。あんまりも硬かったら刺し直し、どっちでもね。柔らかったら意味がないからね。で、ここ台風がもし来るようなとこやったら5、60センチに1本欲しいとこですね。はい、できました。次はね、型のところに5、60センチごとに重しを置きます。重しか土の塊を置きます。これ持ってって、レンガがあるならレンガでいいです。持ってって、土のね、結構深いところは結構硬いから、塊のまま置きます。はい、今何が起きたかというと、抑えましたね。そうするとね、じわーっとこの重さってずーっと重くかかって、のしかかりますので、だん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 沈んでいきますよ。そうするとね、もし雨が降った時にここが濡れるでしょう。濡れると下の方まで水が伝わってきます。その水がこの真下だけは水が上がってきます。毛細管現象って言うんですよね、濡れるんですよ、ここで。ここも濡れます。だから何箇所かこう濡れた場所があるわけね。そうすると、もしここの中が乾きすぎても、必ずここは全部濡れてるから。そしたら中の空気は乾いてるけども、湿度だけは、ここ濡れてるから。OK？ だからこれは風よけ、風で飛ばないようにするという意味と、極端に乾きすぎないようにするという意味があります。で、これでもう、今日は出来上がりなんです。で、1ヶ月経ったら一回開けてみてください。そして、中が、まあ、濡れてて、中がここら辺乾いてるんだったら、何の問題もないし、もう四条菌も少し見えてるかもしれませんね。でも開けてみて、全体が濡れてることがあります。それはやっぱり排水が悪かったり、畝が低かったり、あの、大雨で一旦冠水する場合、ここに水が溜まるときがある。溜まったら、やっぱり中はべちょべちょになる。そしたら四条菌動かないよね。ということは何が問題かというと、溜まるということは落とし口、落とすところまでちゃんと落とし口がなかったという、やり方に問題があったということになります。そういう時は、ちゃんと水のはけ口をもう一回調整する。うん。あとは、もう一つは、まあ、濡れすぎてるんだったら、この、重しをちょっと減らす。っていうふうな、落としてください。逆に、重しも置いてるのに、全然乾いてる。中全然乾いてるということは、重しが役に立ってませんので、重しをもっと重くしてください。そういうことを1ヶ月後に調整します。それは畑によって、環境によって変わりますでしょ。それを調整してください。で、2ヶ月後になったら、もう植え付け開始ということになります。じゃあ、今日はもうこれで終わりなんで、ちょっとこう、あの、ピンちゃんありがとうって手を合わせてください。子供が特に効果があるからね。
はい、じゃあ2ヶ月経ちました。 OK、 どう？2ヶ月経った感じ。前に比べてだいぶ減ったよね。低くなってますよ。わかる？だいぶ低くなってるね。で、今から植えますよ。だから、あ、ごめんなさい、今から2ヶ月経ったら冬だから、あの冬はだんだんこう、あの菌が動かなくなります。できれば来年の春まで待つ。そうしますと4月か5月やね。4月に株や大根を植えてもいいし、5月に夏野菜、いろんなものを植えてもいいですね。まあ普通5月まで待った方、待っても待つかな。待ったとしましょう。また4月に大根を植えながら5月にまた植えてもいいわけ。大根を、そして大根を早めに取るというふうに考えてください。じゃあ5月になりました。開けます。これね、今日開けてしまいますけどいいんです。ところどころ開いてね、雨が降るぐらいがちょうどいいんです。あの、いくら開けてもマルチがないのに比べたら全然違います。結局いっぱい開けたところで水はこう流れます。だからある程度開けないといけないの、実際で。こう、あ、ごめん、夏野菜は真ん中やね。一畳上やな。まあ二畳上でもいいか。こう、ちょっと、まあ二畳上しようか。こうピーマンとかナスの二畳上だとしましょう。はい、土が出てきました。土を避けます。草が出てきました。おー、ほら見て、ほら菌がいっぱいついてる。ほらいっぱい菌が、ほら、非常菌、わかる？もしかしたら、この市場全部避けます。避けて元々の土が、み、あ、いた、ほら竹がある、ちょうど竹がある。ちょっと植えにくいよね。そういう時はもう竹をちょっとずらす、無理やりずらす。結構竹もボロボロっていきやすいし、どうしようもなかったら、もうちょっと穴をちょっとずらすしかないな。大きな丸太とかだったら、ちょっとずらすしかないな、穴をね。はい、出てきました。ここにジョロで水かけます。必ずこの下に水かけます。はい、ジョロ、これがジョロ。はい、じゃーっとかけました。しっかりかけます。かけました。そしたら次、ここに、例えばオクラの種をまいてもいいし、トウモロコシの種をまいてもいいし、このまま。もう深くてもいいんで全然問題ない。深いから逆に水が乾かないので、植えた時に水さえやればあと何もしなくていい。かえって水やらない方がいい、発芽するので。でポット内の時はどうすればいいか。これがポット内だとしましょう。だポットから外します。苗が出ますね。もし苗が、根っこがあんまりもこう回りすぎてたら、ちょっとこう根っこをほぐしてください。でも根っこは張ってるけど、根っこと根っこの間から土が見える状態だったら、もうできるだけ根っこは触らない。そのまんま。だって土が見えてるならちゃんと根が生えます。もし根っこでぐるっと回ってしまって土があんまり見えないようだったら、次の根っこが生えないんですよ。自分の根っこで中の根っこが出られなくなります。だからそういう時はこう剥がしますね。はい。で、これは上等。これそのまま入れます。これをこのまま、そのままここの土の上に乗せるだけ。乗せたね。そしたら今度は、まあ、ポットの土とこの草との間に空間が生じますので、このちょっとした余白に土をこうかけていきます。はい、かけました。そしたらかけたら、今度はそこにしっかり土が入っていくように、もう一回ジョロで、じゅーっとこうやってかけます。しっかり土が入ってきました。終わりです。もうあと何が起こるか、あとで今日ね、後半。画像で見せますけど、今から起こることを一応実演しますね。誰が竹になろうかな。あなた竹。違う、あなただろ。どう見ても竹に見えるやん。俺、金ちゃん。非常にでかいの、はい。結構でかいの。で、ごめんね。もうあなたを食べるの俺やん。ああ、だからね。食べて、私子供を持ってするんだけど、あなたには窒素がないの。俺はアミノ酸がいるの。椎茸だって何だってアミノ酸たっぷりだからね。アミノ酸抜かれるためには窒素がいるのよ。ところがあなたには窒素がないの。ほとんど。でもここに窒素がいる。で、この空中窒素を食べることはできません、私たち。この空中窒素をちゃんと肥料に変える小さなね、窒素固定細菌っていうのがいる。私のずっと小さい人。
誰か鳴ってくれる人。ああ、君来て、君来て。あ、嬉しいな。ああ、こんな感じ。俺よりもずっと小さいの。一人だからね、生きていくのが大変なの。一緒に暮らそう。私と一緒にくっつき、くっつきときさえすればね、あんたいつでも私からご飯食べられるから。もうほら、腹減るからさ。この人は私か、本当に関係にくっついてるの。中にも入ってるっていう説もあるけど、どうも表面でくっついてんじゃないかなって言われてる。くっついてほしいね、完璧にね。ごめんね。それで、私は、この人食べてるから。この人のエネルギーをあんたにもあげるわけ。食べるの。だからこの子はね、その力で、ここの空中の窒素をアミノ酸に変えてくれる。ありがとう、ちょうだい僕にもそのアミノ酸。はい、そしたら私は伸びれるの。その時にこの子も私から栄養もらってるから、この子も一緒にいっぱい増えていきます。で、菌糸が増えていってるわけ。そこに今度はお野菜が終わる。ちょっと待って。お野菜が根を出すわけ。こう下に根を出す。今進んだわけね。で、私たちも、どんどん土の中伸びてる。あなたも根出してごらん。出した。はい。で、肥料吸ってごらん。吸える吸えないの。なって、肥料入れてないから。何も入れてない。もう、やっぱりね、私たちはタンパク質で生きてるの。タンパク質、酵素ね。そのために、その一番大事なものは窒素。ないのよ、土の中。窒素気が。もう地球ってほとんど窒素って本当になかなかね、ないの。で、殺せないのよ。この人黄色くなるから。だんだん色がなくなってね。でも私はね、ボランティア精神があるの。ほら、一緒に殺したら、私からちょっともらう？やってもいいよ。私ね、モーションかけるの。禁止ね。この人ね、こう、私禁止。で、この人が嫌えば、嫌っても私モーションかけ続けるから。そうすると、あなたにとって私はただのストーカーになる。いや、本当に。で、病気になる人も、菌が嫌いな植物もあるんですよ。そうすると私が入れば入るほど、この子は弱ってしまいます。入ろうとすれば。でも、あなたは好きやろ。あなたは一緒に暮らそうって言って、侵入するわけ。で、あなたはこれ受け入れるわけ。ギュワって入ってしまうから。そしたら、ほら、あなた、俺が全部根っこになっちゃう。俺ずっと伸びちゃってる。もう畑中の根っこから繋がってる。そして、俺は、大丈夫なの。この人がいるから。この人から、ちょっとごめん、また新しい動きしたから、もうちょっと頑張ってよ。で、英雄。この人が、この人あなたにあげて。で、あなたいっぱい窒素を作って、ちょうだいちょうだい、私。ちょっとああ、ありがとう、ありがとう。それをあなたにこうあげる。で、この人元気になる。という仕組みで。で、この餌がなくなると、なくなった時も少しはこの人から少しはもらえるんだけど、やっぱりこの餌がないとどうしてもね、元気育ちます。だから、この餌を今一生懸命仕込んだわけね。でも、すぐなくならないように、でかい餌から細い餌まで仕込んだから、もう、あなたが終わった後、また次のも植えても、何植えてもずっと繋がって、いい野菜ができると、そういう仕組みです。炭とかは使ったりしますか？うわ、嬉しいこと言うね。炭は入れなくても構いませんが、もし炭が作れる人は、今日、最初の時に入れとけばよかった。土の中に。土の中ですか？上じゃなくて。土の中。はい。できれば深ければ深いほどいい。微生物の住みかっていう。そういうことですね。今日入れたのは餌です。炭、にしちゃうと餌にはなりません。もう今度は住みかになっちゃう。お、部屋になっちゃう。で、部屋って言ってもすごい遠赤外線の出る、流れにくい、有害菌の入らない部屋なの。発酵した世界だから、ここ。低張光線っていうのが出てて、炭っていうのはね、とにかく私たち菌や微生物を活性化させる成分が出てんの。だから昔からね、お腹壊した時とか炭食べてるでしょ？それぐらいに。まあ、最近の実験では炭を置いといて、ここにガラス板を置いといて、ここに菌を置いたり野菜を置くだけで、下に炭があるかどうかで生育が違うんです。全く関係、炭とは触ってないのに。そういう力もあります。だからそういう炭の中に有用菌が入った時に、有用菌が定着できるわけ。だからより、いい土になる。そして、もし仮に微妙に腐っても、例えばキャベツの芯が、根っこがちょっと腐っても、それが早く発酵に戻る。だって、周りが発酵光線出してるわけでしょ？しかも、その炭は半永久的に壊れない。餌と違って。一番の CO2 固定なんですよ。炭入れる人はもう本当に今からもう排出権取引の対象になりますので、もうあと間もなくですよ。炭焼きにはどんどんお金が来るのに。企業がお金払うんです、それに。外していいのが3年後ぐらいで大丈夫なんです、何年後になるか本当に場所によって状態によって分かりません。外していいのが分からん。
まあ、とにかくすごい排水が良くてふかふかしてるんだったら、はい、剥いでみようかって。剥いでみて、そして雨が何回か降って、急に野菜が弱ってきたら、あ、剥ぐの早かったってことだね。そうそうそう。かければまたすぐ復活するから。結局水浸しになったら菌が死ぬ。菌が死んだら、私が死んだらあなた元気になれないから。私水浸しになっちゃ困るわけ。ところが、暖流行動が発達しておけば、少々雨が降ってもスッと水流れちゃうから。そしたら雨が少々降ってもマルチがなくても私が死ななくなるの。そういう土になったかどうか。もしそういう土になった場合は、金ちゃんの餌はまた雑草とかをこう、上に乗っけていけば。うん、マルチないしね。入れやすくなるよね。はい、上に乗せるだけだから。乗せるだけでいい。竹でも何でもパン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 乗せていけ。それが昔の茅農法。昔はそれだけでできてた。今急にそれやったって無理よ。ちゃんと市場菌が定着して、森の菌ちゃんたちが定着したらそれができる。作物こう植えて、育って、収穫した後、例えばキャベツとかだとすごい芯とか残るじゃないですか。これはどういうふうに処理をしたらいいのか。うん。できるだけ取らないで、そのまま地上部だけ買って。じゃあ根っこは残る。残しとく。そう。そしたらそれをそのまままた菌が食って、うん、そしてその根っこの穴が開くよね、はい。そこにまた市場菌が出やすくなるから。市場菌よりも先に根が先に行くの。はい、あの、硬いとこでも行ける、下に伸びる根があるから。そしたらそこを立って市場菌がまた深く入れる。はい。炭の種類は何でもいいんですか？竹がいいとか。何でもいいですよ。何でもいいんだけど、もみ殻だけ、もみ殻が餌になるから、わざわざ炭にする必要がないよね。あ、そして、竹はね、どんな大きい竹でも小さい竹でも空洞があるから、炭が作りやすいんですよ。無煙炭化器って言っても、ほんと1年、1日のうち何回でも炭が作れる、あの炭化器も、あの、うちでも扱ってますけどね。ちゃんとしたやつの方が、もう壊れないの。本当に一生もの、一生ものじゃなくて、あの、形見になるぐらいに、ステンレスのやつだよね。あれちゃんと誰かが買って、でそれをみんなに貸せばいいんですよ。うん、例えば3日で1000円、1週間2000円で、これだから本当1年で元取るから。うん、買う方も、借りる方もさ、いつもカツマスに作ってるわけじゃないから。借りる前に一生懸命竹とか集めとってね。それから借りて。一日で何回も作れるから。からたった1000円でさ、何回いっぱい炭ができるよ。あれ、買うとね、これでやっぱり、7万か8万しちゃうからね。でもそれ、1000円で、3日で1000円で貸しとくのすぐ元取る。あと儲かるから。買ってくれる人、ちょっと資本家。ぜひこれ炭作って、バンバン入れてください。未来のために。未来のため、いや、結果未来のためになるけども、そうじゃなくて炭入れると本当に野菜ができやすい。もう最後はね、本気で炭入れるとね、もう勝手にね、ナズナがいっぱい入ってくるから。そのナズナがね、ペンペン臭いやけどね、ほうれん草みたいに綺麗なのができるの。もうそのまま食べれるの。本当に。だから、もう何もせんで野菜ができる。そういう、そうなりますから。で、もう一つも、炭入れちゃうと、実は、あの、最終的にテラプレタっていう世界ができます。テラプレタっていうのは調べたらわかるけど、黒い土って言ってね、アマゾンの流域に点々と黒い場所があるんですよ。もうそこは何も入れなくていいのよ。この農法はね、確かに未来守るけど、日本中がこれをやった時に、まあ、10年もすると、なくなるんです、木や竹が。うん。その次どうするか。木や竹を入れなくても、この中で木を竹を作ってくれる植物が住めばいい。よその植物が持ってこなくても、この中に植物が住んで、そして可視光線じゃなくて、土の中に通る光線っていろいろあるの。それは、それをエネルギーをもらって、土の中で有機物を作ってくれるの、植物が。小さな植物の微生物が。そしたらもう何もいらないの。私たちは植えるだけ。それで、いつ、何回やってもいい。何千年、千数百年経ってんのに、未だにそこは植えると野菜ができる。でもそこじゃない場所は、もう、いくら肥料入れてもすぐ肥料流れちゃうから、あの、育たないんです。そういう場所がもうあるの。今それ研究してるところなの、いろんなところでね。だから今、はっきりは、これを炭入れたから絶対そうなるってわけじゃない。炭入れてどういうふうにすればそうなるのか、まだ今、研究途上。でももう、EM 菌のグループも含めてね、あちこちの人たちがね、ちょっと、だいぶ近づいてるんですよ。だから、まあ、とにかく炭をまず入れておくことが大事ですね。はい。ありがとうございます。もう未来は明るいんですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。